皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。今回は北海道、札幌エリアにある、札幌国際スキー場の解説をやっていこうと思うぜ。いいわね、どんなスキー場なの？上質で安定した雪質と、広大なコースで、初心者から上級者まで幅広く好まれるスキー場だぜ。また、このコースの性質から修学旅行などにも利用されることが多いぜ。いいわね。アクセス的には車で札幌中心部から約60分、新千歳空港から約100分、札幌駅からバスで約90分。札幌からは比較的近めのゲレンデになるのね。コースマップはこんな感じ。シンプルでわかりやすいコースレイアウトね。今回はゴンドラ、スカイキャビン8を中心に全体的に滑っていくぜ。分岐も少ないから一通り回れそうね。それではゴンドラに乗っていくぜ。ゴンドラは最大8人乗り。メルヘンコース以外はこのゴンドラで回せる感じね。ゴンドラを降りたらまずは左側、林間コースへ行くぜ。まずは林間コース。全長1200メートルの緩斜面コースだぜ。幅もそこそこありそうだから初心者の方も安心ね。この日は雪が降ってたのもあり雪質は抜群だったぜ。特に地形などもなくこんな緩斜面が続くぜ。この辺りボードは減速しすぎると止まりそうだったぜ。ライン取りも若干ミスってるわね。ほぼノートラックじゃない？この辺りは止まりそうだったから先陣の後をトレースしてるけど、コース幅の広さもありノートラック全然食えたぜ。すごく楽しそうね。パウダーボードできて大正解。サラッサラのパウダーを堪能したぜ。ここ止まらないように頑張ってるわね。なんとか突破。ここからファミリーコース。コース内に木があるのね。確かに、越後湯沢や白馬だとあまり見かけなかったが、北海道だとコース内に木が生えているのたまに見かけるよな。今通り過ぎたのがエコークワットリフト乗り場ね。左にビッグキッカー、後で見に行くぜ。ここでメルヘンコースと合流ね。右側からはスイングコースと合流だぜ。ゴンドラ乗り場が見えてきたわね。もう一本ゴンドラを乗っていくぜ。続いてウッディコース。林間コースの横を通るシンプルな一枚バーン。右にエコークワット降り場。ここも幅が広くて滑りやすそうね。札幌国際は全体的にコース幅が広い緩斜面コースが多く、難易度低めのコースが多かったぜ。左にビギナーパークがあるわね。後で行くぜ。ウッディコースを途中で右、スイングコースに入っていくぜ。スイングコースの上側は比較的に緩斜面ね。ここでエコーコースと合流。スイングコースはエコークワットリフトの右側から降りてくるのね。ここでファミリーコースへ合流。ファミリーコースはさっき紹介したからスキップ。再び頂上に上がりエコーコース。朝の降雪が嘘みたいに晴れたわね。平日ということもありゴンドラの街もほとんどなし、かなり快適になってきたぜ。コースは木のパウダー食らってるわね。雪質もかなりいい感じだぜ。この辺りはカービングでもグラトリでも好きに遊べる感じだぜ。札幌国際は本当にこんな感じのコース多いわね。ここでスイングコースと合流。だんだんとコースに見覚えが出てきたわね。この先を右に入ってスイングコースの下側へ行くぜ。さてスイングコースの下側、最大斜度28度と札幌国際の中では斜度があるコースだぜ。でも他のスキー場の急斜面コースに比べたら比較的にイージーね。この辺り昼前にしてノートラックだったぜ。大回りしすぎて止まりそうになってない？なんとか大丈夫だったぜ。もう一本ゴンドラね。続いて上級、ダウンヒルコース。最大斜度30度の急斜面があるぜ。札幌国際にしては急ね。
ここの左が新設エリアね。後で行くぜ。ここはコブっぽい感じになっていたぜ。ボーダーはちょっと大変かもね。結構長めね。そうだな。抜けたわね。朝とは打って変わって眺めがいいわね。カメラだとわかりづらかったが頂上からは海も見えたぜ。左側に札幌国際の各コースを見下ろす形ね。ここの右側は冷や施設も楽しめたぜ。もう一本ゴンドラを上がるぜ。続いてダウンヒルコースから新設コースへ入っていくぜ。新設コース？冷や施設なのかしら？おそらくそうだぜ。ここからが新設コースね。基本的にはコブを裁くコース。コバーの方々は大歓迎ね。ボーダーは楽しむには結構スキルが必要だと思ったぜ。コブ少なめの端々をたしなんでいくぜ。この辺りからコブを抜けてフラットね。ここでスイングコースと合流するぜ。ゴンドラ側は一通り回したので、次は一本メルヘンクワットリフトに乗っていこうと思うぜ。メルヘンクワットリフトを降りて右側、次はメルヘンコースへ行くぜ。緩斜面が続くメルヘンコース、レッスンもしているみたいね。札幌国際は全体的に幅広な緩斜面のシンプルなコースで、どのコースでも割と初心者は滑りやすいが、このコースは特に初心者っぽい人が多かった印象だぜ。混雑度が低いからかな。その可能性もあるな。コース脇はこんな感じでギリギリだがパウダーが食えたぜ。ここでファミリーコースと合流だぜ。最後にパーク流しのルートをご紹介するぜ。最後にパーク流しルートのご紹介。ビギナーズストリートとチャレンジストリートの2つのパークがあるのよね。そうだぜ。まずは頂上からウッディーコースを下ったところにビギナーズストリートというビギナーパークがあるぜ。ここね。小さめのキッカーが横並びで2つあるぜ。珍しく飛んでない？その後に長めのボックス、短めのボックス、珍しく入ってない？札幌国際は大掛かりなスノーパークはないものの、こんな感じで部分ごとにパークエリアが点在しているから、ゴンドラを流しながら、軽くアイテム入ったりする楽しみ方になると思うぜ。なるほどね。ファミリーコースの左端を入ったところ、ここがチャレンジストリート。5から7メートルくらいのキッカーがあったぜ。結構大きめね。あとは道なり。いかがだったでしょうか？札幌国際スキー場は抜群の雪質と、幅と全長を兼ね備えた広大なコースで、初心者から上級者まで幅広く好まれる素晴らしいスキー場でした。この動画を見て興味を持たれた方はぜひ一度行ってみることをお勧めします。今後もスキー場の解説動画を投稿していきますので、動画が良ければ、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。インスタや TikTok も投稿してるから概要欄からぜひフォローしてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。さようなら。